こんにちは。今日はこれから季節的に紅葉の風景を描くことが多くなるんじゃないかなと思って、アドバイスを一つだけさせていただきますね。木の幹ですね。木の幹の表し方、これがね、紅葉の時期の木を描くときに結構ネックになってくるんですね。紅葉のあの綺麗な黄色とかオレンジは描けていても、結構幹でね失敗されてる方が多いですね。よくそういう絵を見かけます。決して難しいことじゃないので、最後まで見てもらえると参考にしてもらえるんじゃないかと思いますね。Thank you.
まあ、ほぼほぼ同じ色でベタってほぼ暗い色でこう全部塗ってしまわれる方結構多いんですよ。で、ね、全部同じ色でベタっと塗って、あの、まあ、黒い色ってね結構主張してくるので、ましてあの紅葉の葉っぱの上の黒い幹の色っていうのはすごくあの主張してきて、この黒い幹だけがですね浮き上がってしまうんですね。要するに目立ちすぎる、うん、その時にちょっと本当にひと手間です。で塗ってまだ乾かないうちにこのティッシュペーパーでですね幹のところどころにあの光を当ててやるように絵の具を取っていきますね。で時間が経って乾いてしまったら、ちょっとこの霧吹きでちょっと吹いてやって湿らせて取ってやるんですね。ところどころです。霧吹きを吹いたらすぐやってください、やってくださいね。すぐやらないとね、霧吹き吹いて吹くとそこがあの滲んでくるんで、滲んでこない間に、細い枝、すごく細い枝はね、まあ、そんな目立たないんでやんなくてもいいかなと思いますけどね。太いところをね、とにかくちょっとあの幹に表情をつけてやる、光り語ってるような感じにしたりとか、そうやってやるとあのモミジのだいぶ変わったと思うんですよ。そうやってやるとあのモミジの黄色とかオレンジに馴染んでくるんで、幹だけがこう浮き上がってしまうってことがね、だいぶ緩和されるんですね。もう今見ての通り、ただ霧吹きを吹いてところどころ押さえるだけ、とっても簡単なので一度やってみてください。これね、やるとやらんのではね、えらく違ってくるんで、仕上がりがぜひぜひあのやってみてほしいんですよね。じゃあちょっと一応あの最後まで書きますね。
これからもみじを描くこともあると思いますので役に立てればと思います。じゃあまたよろしくお願いします。